どうも、お疲れ様です。いろんな噂が取り沙汰されていたんですけども、イップマンのシリーズになんとね、パート5が加わることになりました。いやーでもね、前作でイップマンね、お亡くなりになったはずですよね。いや、しかしどういう形でイップマン5になるんでしょうかね。いろいろと想像をかきたてられるものですけども、もしかしたらなんか回想シーンみたいな形で、どっかのね、 『イップマン』の1作目から4作目のどっかに差し込まれるようなアナザーストーリーなのかもしれませんし、まあ、私が期待するものとしては『あのイップマン』のレガシーがあったでしょ『ガイデンが』がマックス・チャン主演のやつあれとの絡みがあるんじゃないかなとも考えてるんですよ、まあ、つまり2度目のマックス・ちゃんとドニー・エンの共演ってことですよね、まあ、想像は尽きないわけですけども記事を読んでみましょう さあアクションスターのドニー・エンの代表作の一つ「イップマン」シリーズからの最新作の制作が発表されたということでいろいろ書いてますでこれに関してはですねここですよ最後すでにティーザーポスターも公開された「モンファイ5だがどのようなストーリーが展開されるのかについてウィリソン・イップ監督はファンの期待を裏切らない作品になるだろうと語っているというね非常にありがたいですよねそして今回終わったはずの「イップマン」シリーズがなんでパート5ができたかということなんですけどもここに書いてますね イップマンシリーズでドニー・イエンが演じた主人公の波紋は19年公開の4作目「イップマン」完結で他界しているこれ役者として他界しているってことなんでドニー・イエンさんは亡くなってないですからねで公開当時この作品でシリーズ終了を明らかにしていたウィルソン・イップ監督だがこのほど香港メディアのインタビューに対し1作目からこそ年で15年目を迎えるためドニー・イエンともども以前から新作への意欲があったことさらに同シリーズの世界的な人気が後押しになったということなんで、まあ、私たちファンがですね イップマンの最新作を望めば第6作もあり得るのかなっていうことでございますね。しかしあれからね、もうだいぶ10年ぐらい経ってますからね、ドニー・エンさんももう6、55歳ぐらい、えー、結構なお年だと思いますんで、どのぐらいアクションに頼るかっていうところがまた見物です。ちなみにライバルたるもう一人のイップマンですよね。イップマンじゃなくて、えっ、ー、と、英春圏の使い手、マックス・ちゃん え、チョンティンチですけども、彼は撮影中の怪我で今のところまだね、リハビリ中だということで <laughs>、あのー、ちょっと体をね、壊してる画像をインスタグラムなどで確認することができましてね。はい、そしてですね、今回私が考えている1分は5、ドニー・イエンとマックスちゃんの共演があり得るんじゃないかなっていう根拠がここにあるんですよ。別の記事なんですけども、ちょっとご覧いただきますね。えーとね、これか。 アクションスターネットワークっていうサイトがあるんですけども、ここに同じようにね、1分15の最新作の,このお知らせがあるんですけども、ここにですね、気になる表記があります。えっ、ー、と、5月2023年19日って書いてるでしょその下、アクション映画ドニーエン。まあ、これは主演ってことがわかりますよね。その他、1分1継承、1分1波紋、1分1完結、1分1助称、1分1サモハン金宝、マックスちゃんと書いてます。ここなんですよ。マックスちゃんが、 1>, 1分は5に関わっているのかなってことをちょっと伺わせるんですよね。まあ冷静に考えると今までの1分1作品にこれだけの方が出ていましたよ。だから次回もすごいスターが出るから期待してくださいよっていうメッセージだと思いますけども少しでもね、マックスちゃんなんて名前があるとついついね、2度目の共演を期待してしまうのはちょっとした私のファン心だと思います。さあ、1分は5いつぐらいにね、公開になるのか楽しみですね。